はい、皆さんこんにちは。今回は明治維新の真実についてです。明治維新とは、幕末から明治時代初期の日本において薩摩藩長州藩を中心に行われた江戸幕府に対する倒幕運動及びそれに伴う一連の近代化改革です。明治維新により日本が近代化を果たせたということになっています。明治維新で活躍した人物として坂本龍馬、西郷隆盛、高杉晋作、伊藤博文など多くの有名人がおります。明治維新で活躍したスターたちが一度に会した写真があるという仮説があります。それが古べき群像写真です。こちらがその古べき群像写真です。古べき群像写真は、宣教師グイド・古べきとその子と佐賀藩の藩校智円館の学生教師との計46名で写した集合写真です。中央に古べき、その他この写真に書かれるように維新中心メンバーだった可能性があります。しかし、維新オールスターたちの写真だと絶対に認めることができない理由があります。古べきを中心に明治維新メンバーはつながっていたことになります。古べきイコール欧米とすると、欧米を中核にした薩長メンバーになります。戸様大名だった薩摩と長州が起こした明治維新でなく、欧米の影響下による軍事クーデターだったことになります。明治維新で日本が外国勢力に取り込まれてしまったことになります。もしそうであれば、真実を必死に隠すために否定します。古べき写真は否定されてきましたが、また再び何度も復活してきます。この写真が本物である可能性があるからです。この写真が本物であるかどうか皆様と検証したいです。日本にとってとても重要な検証です。ぜひ一緒に確認しましょう。はい、皆さんこんにちは。今回は、古べき群像写真についてです。明治維新に、登場するですね、活躍する志士たちが、一度に会していると言われている写真についてですね、自分なりにその、本物であるかどうかを検証いたしましたので、ご報告いたします。こちらのように、たくさんの人たちが、写っていたと。で、それについての、否定もたくさん言われております写真です。で、この写真がもともとどこから来たのかを調べました。ところの論文に出されておりまして、ですね、維新史上、解明されていない群像写真についてということで、島田高助さんの方から出された論文です。で、初めに46人写りの写真版が掲載されているのを調査研究したのは次のご著書であるということで、当時この論文に出された時は、写真の、中に写っているメンバーのうち12名を、独自で判断、お割り出されて、論文として発表されています。で、次のページにきっかけがですね、書いてあります。写真調査の発端、昭和39年頃、日本貿易振興会を通じて海外へ広告を依頼していた3月初めだったと思うが、ブラジルの一日本人から、明治以前、長崎で外人と写した群像写真の中に、西郷南州沖縄、西郷隆盛のことですが、共に写されていると父から聞かされていた。手紙には、父は中浜万次郎の教えを受けたとあった。中浜万次郎とジョン万次郎のことです。この写真が本国にあるかもしれないので探し出して油絵肖像画にしてほしいとの依頼であったが、西郷隆盛の写真は絶対写っていないし、残されていないのが定説であり謎とされていたということで、探していきまして、お父様からの言葉と、あと その写真には外人が写ってるってことですね。その写真を手がかりにして、探し当てた写真でした。で、この論文が出されて、新聞に取り上げられまして、でこちらが掲載された新聞です。昭和47年5月10日、
お色の写真だとということで、若槻西郷さんということで新聞に掲載されまして、大きな反響があったそうです。でまた論文の続きで、新聞発表後の反響ということ でこうしてテキストした上で、昭和41年5月10日付の読売新聞紙上に、公表された。その後種々と反論があり、いろいろなご意見がありまして、その中のですね、ご意見の一つに一人の方ありまして、5月20日午前10時頃ポストに入っていた手紙は、東京大田区在住の江添信子女子、日本画家77歳、伊藤博文、大隈重信ともに親戚であるとのことであった。伝聞のまま、突然にお便りするご無礼のほど何卒お許しくださいませ。実は5月10日の読売新聞の記事を拝見いたし、ぜひ一言お知らせいただく筆を取りました。あれはきっと西郷隆盛さんであると存じます。と申しますのは、あの写真はただいま私の手元にございますが、縦20センチ、横27センチ、引き伸ばしたものでございますから、はっきり皆さんの顔が写っております。この写真は私の私有と江添連蔵の記念のため私が持っているものでございますが、もしお望みでございましたらいつでもお目にかけます。雑誌太陽のよりはきっとはっきりしていると思います。西郷さんの隣の村田新八さんもはっきり写っております。江添連蔵は前列左から3人目に写っております。これは生前父から直接私が聞きましたから、確かでございます。また一番前列左端は木戸さんか岩倉さんでございます。西郷さんのほか、伊藤博文も大隈重信も石橋重友もいると父から聞きましたが、私はどれがどなたであるか忘れてしまいました。誠に残念でございます。ということで、有力な証言が出まして、江添連蔵の親族の方ですね、江添連蔵氏の義理の娘様から、この写真は真実で、西郷隆盛も実際真実であると、そういうことを義理の夫の、義理の父の江添連蔵氏から聞かされていて、江添氏のこの自宅にその同じ写真があると、有力な、証言がありました。で、その後の写真ですね、この信子さんのことが記載されてまして、江添連蔵の子孫も感激ということで、江添連蔵の子孫で東京オタクの江添信子さんということで、新聞でも取り上げられてますので、証言と、本人の存在がですね、真実である証拠になります。論文でも出ておりますし。で、私この江添氏が言っております、大隈重信と伊藤博文と江添連蔵が、親戚であるとは私知らなかったので、本当であるかどうかを調べてみました。佐賀市のホームページに、載っております。松岡さんという方が、書かれた本で、大隈重信と江添連蔵という本を出されておりまして、三藤さん、大隈重信氏の奥さんです。で、この三藤さんですね。三藤の弟である連蔵は、江戸商店、江戸連蔵氏のお姉様が大隈重信の奥さんであることが分かります。ですので、親族になっております。で、また同じ本でなんですけど、ここですね、江戸信子さんですね、兄嫁は伊藤博文の娘であるということ、この同じ本に書かれています。松岡さんが出された本に、書かれておりますので、確かにこの親族であることが分かりました。参考までに紹介いたします。ということで、このような論文が ありまして、古べき写真というのが表に出ました。で、私はですね、この写真に写っておりますメンバーが、今個人個人が伝わっております個人の写真と、似てるかどうかを検証いたしました。
元新社なんですけど、そうですね、顔の輪郭が似ておりまして、またそのこの頬の苔が、ね、カッコに色入ってるところもついつまが合うので、まあ自分としては似てるという判断です。高杉晋作です。もう顔の角度は少し違いますが、頬の苔ですね、顔の輪郭、おでこの広さは私はよく似てると、よく似てるという判断です。私の判断、こちらのよく、まあ、こちらの言う前に、よく乗って受けてるところです。こういう状態の画像もネットで検索するようにできますが、今の、まあ、耳の形がよく似てると思います。耳の形は変えることができないので、そこは似てると思います。この輪郭も似てると思います。続きまして、こちらですね、まあ、目をつぶってるかのような状況なので、まあ、ちょっと判断が難しいところでありますけど、この部分ですね、ここは同じですね、この頭の反り込み部分が同じです。顔の輪郭は似ておりますので、まあ、似ているという判断です。そして、次はこちらの方ですね。最後、高森の探してきました。高森というのも無理です。まあ、頬の苔と顔の輪郭も似ているんですけど、まあ、それよりもこの、まあ、本人というふうな判断ですね、本人だと思うようによく似ています、酷似しておりますので、中岡慎太郎は本人だという自分の判断になります。次はこちらの方ですね、まあ、大変よく似ていて、同一人物と考えられます。こちら若い時で、まあ、年を取られたこちらですね、若い時でそのまま年を取った時だと、そういうように紹介しても何も不自然がないようなくらい酷似しております。こちらの大村益次郎氏なんですけど、これ絵なので比較の対象にはちょっとどうなのかというところがありますが、よくこの大村益次郎氏はおでこの広さで言われますので、おでこが大きいと、それでこのおでこが似てると言いますか、おでこの特徴が一致しますし、髪の毛の具合もですね、この絵とよく似ていますので、まあ、似ているという判断に、まあ、特徴的な部分は一致するというような判断になります。で、まあ、
自分の、まあ、こういう見てる方々がたくさんおります上に、まあ、江副信子氏の証言もあって、まあ、この人は確かに江副連蔵氏でということと、友達新八氏についても言われておりました。で、私の、まあ、あの個人個人のこの判断は、まあ、以上になります。まあ、このようにですね、今伝わっております個人の方と、よく似ていたり同一人物だと思われる方が写っておりますので、自分はこのフルベック写真は、真実だと判断いたしました。そのように考えられます。で、あのフルベック氏ですね、こちらおりまして、オランダ出身のアメリカ合衆国に移民しということで、オランダ改革派の宣教師の方ですね。で、まあ、こちらに囲まれている、まあ、生徒と先生の関係だったんでしょうか。あの教えを受けられたということで。で、この方、あの、明治維新政府の方にも、まあ、勤められておりまして、まあ、そちらの方がですね、こちらの読売新聞に出ております。明治10年11月1日の新聞ですね、出ておりまして、元老院お雇いのフルベック氏とジプスケ氏、昨日解約になるという、あのフルベック氏が、まあ、解任されたと、まあ、元老院に勤めてた。元老院はですね、あの元老院は明治初期の日本の立法機関ということで、まあ、そちらに、まあ、相談役としてですか、まあ、勤められたということがこちらからもわかります。で、まあ、あの以上のようにですね、今回はこのフルベック氏、群像写真についてですね、あの、まあ、検証させていただきまして、まあ、自分としてはこちらの写真は確かに正しいという判断になりました。こちらについては、あの、以上になります。ありがとうございます。失礼します。はい、皆さん、こんにちは。今回はフルベッキ写真の続編についてです。で、フルベッキ写真、こちらがフルベッキ写真ですが、こちらは、明治維新のですね、中心メンバーだった者たちが、まあ、全員乗っているという、写真です。で、こちらについて、まあ、正しかったという検証は、違う動画で私の方で、いたしておりますが、こちらですね、島田さんが、論文に出されておりまして、で、論文を出してから、読売新聞の方に取り上げられましてですね、昭和47年5月10日の読売新聞で取り上げられまして、まあ、ここで、あの、世間に広まりまして。で、この新聞を見た、江副信子さんですね。こちら、あの、論文の中に書いてあるんですけど、江副維新のですね、あの、親族であります、江副信子さんが、まあ、この写真が確かに本物で、で、自宅にあって、まあ、あの、まあ、これが本物だと聞かされてたっていうこの証言がありまして、まあ、これが、あの、決定的です。まあ、この証言にもよりまして、この写真は本物です。で、まあ、こちら論文に書いてある だけではなくて、その後ですね、こちら東京新聞、1985年の東京新聞なんですけど、まあ、左下にですね、江副連蔵の子孫も感激ということで、この写真を発表した後に、江副連蔵の子孫で東京大田区の江副信子さんからも、当時私もこの中に西郷さんが写っていると聞かされていましたと、で、自宅にこの写真があったと、同じ写真があったということで、論文だけでなくてですね、他の東京新聞が、まあ、取り上げているということで、またこの証言が正しい裏付けですね、なっておりますので、この撮るべき写真は本物です。で、これを確認いたしまして、で、今回はですね、この撮るべき写真ですね、時期を、この写真が
撮影時期はですね、慶応元年1865年と推定して、志村さんが論文に発表されておりますが、この時日本の状況ですね、確認いたしますと、慶応元年ですね、1865年から1868年までの期間です。この時の天皇は孝明天皇で、将軍は、徳川家茂ですね。この2人が、天皇と将軍だったということで、この2人について、確認したいと思います。で、初めに、将軍家茂についてです。で、こちらですね、こちらの画像の方が、徳川家茂です。で、この方はですね、1866年、8月29日、慶応2年7月20日、満20歳で亡くなっております。こちらですね、慶応2年、6月7日に、長州政党、長州との戦争がありまして、その時に、亡くなっております。で、この時の状況ですね、亡くなった時の状況は、山岡宗八の小説にですね、書いてありまして、ちょっとこちらの方で、確認したいと思います。山岡宗八の、明治天皇というこの、本に書いてありました。この長州との戦いの最中ですね、誰もこの戦いの幕府軍が朝廷側の命を受けた官軍であって、一方がそれに敵対する賊軍に当たるということなどを理解できなくなっていた。もうどっちが正しいのかもわからなくなったという、そういう混乱した時期です。で、7月20日征夷大将軍徳川家茂大阪城にて、亡くなってしまったんですね。風年21歳、幕府は比しても発さず、この突然の死によって長州再生はために、ほとんどできなくなってしまいました。それでなくとも気乗りのしなかった日和見の各藩は、これですっかり戦意を喪失してしまったからだ。将軍開始ということで、将軍家茂の死は、この年12月25日の孝明天皇の突然の崩御とともに、未だに歴史の上に一つの大きな疑問と謎の影を落としたままになっていると。疑惑の不審死だったんですね。で、どういう時かと言いますと、長州との戦争をしていました。こちらなんですけど、長州との戦いで、状況は、江戸幕府対長州藩一国だったんですね。この時は薩摩も味方ではなかった。戦力は、幕府方約15万で、長州方不明で、長州一国だったんで圧倒的不利な状況だったんですね。で、この状況の中で、将軍の突然の不審死ということで、この戦いがなくなって、長州は救われてるんですね。大変この幸運で、長州藩が救われております。で、続きましてですね、孝明天皇について確認したいと思います。孝明天皇、こちらの方で、1867年1月30日に亡くなっております。この年ですね、慶応2年の12月25日にあたるということで、で、この時の状況についてまた別の書籍に書いてありまして、で、こちらが新人物往来者の明治天皇よりというとこ、書籍に書いてありました。謎に包まれた孝明天皇の急死。この年12月5日、徳川慶喜が公式に将軍の宣言を受けた。これより前、慶喜はしきりに幕府の軍政を改革し、フランス式の近代的軍隊を育て上げようとしていて、最後高漏れをして恐るべしと、着々と成功していたそうです。で、慶喜と天皇ですね、将軍家と天皇家が緊密な連携を取るようになれば、薩長官にとって一時代だったんですね。今や孝明天皇は薩長倒幕派にあたって、倒幕の志を遮る巨大な邪魔者として立ち塞がっていた。ところが12月の半ば、突然天皇が病を発して倒られた。熱が出て、お医者様がですね、いろいろ診察等をして、熱は下がらず、
で、ついに、逃走と決定された、すなわち天然痘ならば多くの症例によって大方の経緯は明らかであるということで、謎に包まれたまた孝明天皇の急死、将軍家茂と同じような謎の急死だったんですね。で、それはですね、将軍家と緊密になって、薩長側と対抗していたという状況の中での急死、またしてもこの薩長側にとっては非常に幸運が、都合のいい事態ができ、できたことになります。で、この謎の急死についてはこちらにも書いてありまして、崩御にまつわる疑惑と論争ということで、毒殺説もあるんですね。明治維新を経て、伊藤博文を暗殺した安潤君がですね、伊藤の罪として孝明天皇を殺害を挙げるなど、そこまで、海外の者が知っていたぐらいまで有名な毒殺説だったんですね。不審死だったんですね。で、将軍と天皇が一体になってですね、薩長に対抗する事態ですね、大変不利な状況になる事態だったんですね。これも謎の死によって解消されてます。常に薩摩と長州のピンチが救われているように偶然が起きてますね。日本といいますか、国の大統領と総理大臣がですね、ほぼ同時期、半年も経たない間の時期なんですね、二人とも急死なんですね。疑惑の死だった、全くの偶然よりも何らかの力があった可能性が高いんじゃないでしょうか。2回とも薩長も救われてます。で、2人とも、毒殺の疑いがありますね。仕掛けた者たちは天皇側でも幕府側でもないものです。日本を侵略しようとする外国勢力の可能性があります。外国勢力であれば、長州と薩摩を助けたということですね。つながっていた疑惑があります。で、つながっていた、状況証拠がこれですね。フルベッキ、この欧米のこのフルベッキ親子を中心に維新のメンバーたちが一緒に写った写真なんですね。外国の先生と教え子の生徒たちのとも見えるような写真。欧州の外国勢力に従った者たちがですね、明治維新の中心メンバーだったという疑いですね。で、今までですね、国内の内戦だと考えられてました明治維新でしたけど、実は外国勢力の侵略戦争だったという疑いですね。だから振るべき写真というのは絶対に認めることができない。認められないというのは日本がですね、未だ侵略されたままだということになります。で、振るべき写真に戻りますけど、振るべき写真は島田さんですね、島田さん、こちらの方、東京新聞のこれ記事なんですけど、こちらが、島田さん で本当は北川さんという方だそうです。島田さんは北川健二さんという方で、写真をですね、論文で発表された後、昭和47年5月10日の読売新聞取り上げられまして、その後ですね、昭和53年11月30日に亡くなってます。この振るべき写真を絶対に認めることができないメンバーたちにとってはですね、またしても大変都合がいい状況が出ましたですね。死人に口なしということですね、写真を否定しやすくなります。写真を否定すればこの方が絶対に反発してきますの でそこでまた論争になったりします。で、そういう状況を、避けられたということで、また外国勢力にとってですね、都合のいいことばかり起きてますから、この偶然も状況証拠の一つです。で、この別の動画でも申し上げた通り、この写真は、正しいということです。本物です。で、こちらの記事にあります通り、島田さん、北川健二さんは南州会という、研究会に所属しておりまして、
そこの方ですね、花口さんという方が、明治28年、ひろぶみかん発行の雑誌太陽に、維新初年長崎留学生の撮影として、載っている原版の写真を島田氏に示し、昔からこの中に西郷さんが写っていると言われているんだと、古めき写真のことですね、この北川さん以外にもですね、たくさんの方が、本物であるということで研究されてたんですね。そういう状況でありました。で、江添連蔵さんの子孫も本物だということで自宅にあって、江添連蔵からも聞かされたという証言があります。これ新聞が書いてますので、こういうことで、本物だということになります。で、古べき写真がですね、正しいことからですね、明治維新によって日本は侵略されてしまったことがわかります。で、維新のメンバーというのは欧米の傀儡なんですね。で、今は、まあ、そういう、実は我々はそういう状況の中にいたということで、この侵略された状況を脱するようにですね、日本国民で協力したいと思います。既存の政府を頼らずにですね、既存政府は欧米の影響下に、あるも政府ですので、で、我々国民ですね、市民たちが考えた新政府ですね、本当の新政府を考える必要があると思います。で、孝明天皇と将軍家茂を今回取り上げたんですけど、この不審死についてですね、あまり触れられていないです。二人ともほぼ同じ時期だということでも大きな疑惑があります。まあ、この点もですね、あると思います。で、今回はですね、以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。